皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。今回最初のコースは新世界の神さん、いろいろ動かす水中パズル、クリア率 38% あるんで、まあ大丈夫かな、ちょっと不安ですけどね。ベストタイム41秒、早速遊んでいきましょう。いろいろ動かす水中パズル、見た感じここに上のところ、今メットがいらっしゃったのと、ここの上の青トゲさん、はい、あと今行けるところはどこだろう。このちくわの上は行けるけど、行っても何にもなさそうですよね。うん、何にもないかな。こっちから行くこともできるんだ。あとはなんだ、特になさそうかな。はい、了解了解。このバネは？あ、ここは通れないのか。そしたらとりあえずは、何ができるんだろう。あ、こんなところでやられる、嬉しい。かっこいい。ここの扉に入ると、あ、ただのやり直し。はい。あ、え、なんでなんで？今なんで鍵もらえたの？よくわからないけど、ラッキー、お邪魔します。からの、はい。はい。次は、音符を踏みたい。右上にあるね。ここです。これでいいのかな？そうすると、青トゲさんが言ってくれるんじゃないかな？で、きっと中身は鍵なんでしょう。青枠で隠ってあったじゃないですか、ここ。これ何かあるっていうサインだったんですね、きっと。お邪魔します。で、右上のところに繋がる。ここも同じ感じ？いただきますよ。はい、スターが出てきて、そうするとどうなるんだろうね。亀がトゲを、はい、押してくれる。で、これをかぶれると。了解しました。そうすると何ができるかというと、Pスイッチも取れるのかな。とこっちも壊す、こっちは壊せないか。ということは、Pスイッチかな、きっと。まずは。よいしょ。泳いで、失礼します。ブラックパックのさんにさっきやられちゃってるんで、あいつには要注意やで。しかし。あれ？待って待って。これは、扉入ればもう一回大丈夫かな？え、ちょい待ち、ちょい待ち。待って、これどうすればいいんだ？積んじゃった？あそこに P スイッチがあるっていうことはどうすればいいんだろう。あれをどうにかして踏めと。はい、考えろ考えろ俺。あ、これはトゲじゃ壊せないんだ。自分で上に行くことはできない。はい、どうしような。あと何ができる。仮にあそこの P スイッチが作動すると何が変わるんだろう。左に上にいるチョロプーも結構気になることは気になるんですけど。あ、はい。あー、こっちもしかして、こっちが正解？はい、パウブロックが落ちてきました。このパウブロックで何をするか考えろ。考えろ、天才。考えろ、天才、くるくるくる。これはどっちに置けばいいんだろうな。倒しちゃったよ。本当にいいのこれ。おー、合ってたっぽい。合ってたっぽい。どこだっけ。こっちだ、こっちだ。間に合って、間に合って。おっしゃ、ゴール。
あの P スイッチの押し方にかなり苦労したけど、なんとかゴールすることができた。一応初見か。よかった、ありがとう。新司会の神様のコースクリアすることができました。3分半もかかっちゃった。結構難しかった。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、お次はチャマさんのコース、庭園を荒らすもの40秒スピードラン。多分初挑戦ですよね。またチャマさんの簡単系なスピランコースに当たってるんだと思います。あ、しまった。いや多分ね、クリアできると思うんだ。今ぐらい引っかかっても。でもどうせならね、スムーズに行きたいじゃないですか。やっぱりスピンジャンプしてからの1、2の、おい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 、いいのいいの、 OK ゴリゴリ。さっき言ってたのは何だったんだ、気にしない。あ、かっこいいやった。気にしない、ちょんちょんちょんやで。しかしあれ、あー出てきた、よかった。焦った。そっか、これはスムーズにやらないと進めることは進めるけど引っかかっちゃうんだ。さすがチャマさんのコース優しい。よいしょ、他のコースもこのぐらい優しければいいのにね。いやでも面白いコースで難しいコースもあった方がいいか。で次はダッシュダッシュダッシュ、よし、もう一回やろう。次は引っかからないでいきたい。できる限り引っかからないでいきたい。最初からやり直す。こうやで。しかしちょちょんときて、ちょちょんときて、ほい、スピンジャンプ。ここは1、2の3狩り、あと3狩り、あと、まあ、ここでね、キノコはどうせ当たっちゃうんだけど、クソ引っかかっちゃった。まあ、ここはいいでしょう。やっぱりさっきよりちょっと早い。ベストクリアタイムを狙うには全然届かないんだけど、 OK やで。しかしはい、お邪魔します。あとはドッスンさんエリアを落ちていくだけ。はい、なんかやり直してまた今あんまり変わらなかったかな。まあいいや、チャマさんを40秒スピードラン無事にクリアすることができました。ありがとうございました。このコースぐらいだったら簡単なんでね、皆さんもスピラン苦手っていう方もぜひ遊んでみてください。それでは次のコースを遊んでいくで。はい、お次はスマブラさんのコースですね。 S の2キャッスルリミックス、クリア率 4.80%。 まあ8のいくつとかまでね全部終わって、その後の今裏コース、エキストラコースっぽい感じなんですよけども、クリア率はそこまで低くない感じかな。やっぱりスマブラさんのコースなんですね、そこは。よいしょ、次はどっちだろう、こっちっぽい。なるほど、あのパウを踏みながらどんどん進んでいくよと。踏みながらじゃないか、パウを叩きながらどんどん進んでいくるっていうことですね。うん、スマブラさんもいくるっていうのかな。スマブラさん言わないだろうな、言ってくれないかな。パウを叩きながら進んでいくる。よいしょ、今のうまい、かなりギリギリなタイミング。ここは上いける、やっぱりやった。そしたらはい、どこだっけ、足場があったの、この辺。よし、オッケーオッケー。あ、取られた。大丈夫かな、所長にあれ。しかしオッケー、ゴリゴリ。ここノーダメージでいけって言われたら今のところは投げたとかかったけど、メットを見つけることができて本当助かった。ここ壊れんのかな、何かで壊れないのかな、気になるけど、とりあえずこっち降りていきましょうかね。順路だと思うので、中間をいただいてからの、いやー、この時点で赤コインが足んないっていうのは何かまた見逃しているんだろうと思ったら、赤コイン2枚目をゲット。そしていいですね、ほい。あ、これは届かないかな、あ、届いた、ギリギリ。よいしょ、もう一箇所ぐらい壊しておいてもらえると助かる。
どこからでしょう。次は、はい。なるほどね。あ、なんだ、ボム兵で壊すのかと思ったら、トゲコンボが勝手に壊してくれたわ。ありがとうございます。今度はブロックスネークか。はい。S 字はクソですよ。いいですか皆さん。たとえスマブラさんのコースであろうが、S 字はクソ。Repeat after me。よいしょ。ファイヤーを取ってからの、これ上には赤コインあるのかと思ったけど、なかったか。乗ってて大丈夫かなこのまま普通に。あ、なんでそういう動きをするのかな君は。思春期ワンワンなのかなあのいやらしい動きは。よいしょ。まさかスマブラさんが思春期ワンワンを使ってくるとは夢にも思わなかったわ。怖いよ。でもこの赤コインだったら取れる。あ、取れたけどダメージは食らう。うん、誰も無傷で取れるとは言ってないからね。こっち？はい、お邪魔しますよ。もう赤コインない。あ、落ちちゃった。なんで落ちてんのかな。まあいいや。これファイヤーだよね。さて、今回はどんなボス戦が待っているんでしょうか。七光とのガチンコ対決？まあでも、このくらいの対決だったら、そんな難しくはないかな。とか、調子乗ってると、やられるんで、落ち着いて。あ、でもまあ、うん。楽勝楽勝。お邪魔しまーす。次は、クッパが待ってたりする。待って待って、これは耐久系じゃない。ボム兵を投げ入れるんだ。こっちです。こっちです。はい。この隙に何をするのと？どんどん敵が増えていく感じ？待って待って、しかもそれはやばくない？待って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 。全然ボム兵を投げ入れる時間がないんだけど。あれ？待って待って、本当はこれはどうするのが正解なんだ？鍵ゲット、危ねえ。何にもやってないけど、いつの間にか鍵ゲットって、冷戦ですかい。マジかい。まさかと思うけど、あのカメックの魔法を当てろ。嘘でしょ。カメックの魔法をワンワンに当てろとかじゃないよね。あ、違った。パウがあった。よし。パウで今何を叩けたのかが全然分かってないけども。おい。パウは2個とも叩いたよ。それでどうすんの？待って。あ、これでカメックを倒せばいいのか。オッケー、分かりました。どこに出てくるカメック？そっちか。オッケー、いただき。あとは、思春期ワンワンの動きにだけ十分気をつけて。おし、お邪魔します。そろそろキノコかなんかもらえないと負ける。やったー。ゴールっぽい。赤コインも全部ゲットしたので、1アップー。オッケー。いやー、難しかった。さすがにね、エキストラステージになっているだけあって、難易度、激上がりでしたわ。S の2、キャッスルリミックススマブラさんのコースでした。ありがとうございました。それでは、もう1コース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。草パナさんの FF6 妖精乱舞第4楽章ダンシングマット修正バージョン。スマブラさんの妖精乱舞は以前にも動画にさせてもらってるんですけど、修正バージョン。
あ、クッパ船が変わってる。はい、これはなんだろう、プロペラで上に入っていけばいいのかな。あ、違うか、あそこを壊すと何かが出てくるんだ。パウか何かが出てくるのかな。よいしょ、これでいいかな。何が来るかな。パウだった、オッケー。ノーダメージクリアを目指すぜ。あ、本当にできた。ちょっと奇跡。お邪魔します。はい、クリスタル経由してゴール。よかった、なんとかクリアすることができた。変わってたのはボス戦ぐらいなんでしょうかね。前のボス戦は確かトゲメットでチクチクやるボス戦だったのが、もっとボス戦らしくなったのかな。 FF6 妖精乱舞第4楽章ダンシングマッド、草花さんのコース遊びました。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと皆さんのコース募集もしてますので、どんどん送ってください。それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。